はい、こんにちは、ピカですかね。ロジクールの新しいハンコン、ダイレクトドライブプロレーシングホイールっていうのをずっとねレビューしてきております。ちょっと概要欄にその一覧貼っとくんで、そちらの方もご覧くださいということですが、今日はねもうね総決算まとめる DD プロファナテックと比較をねやっていきたいと思います。そしてねここまでいろいろね分かったことがあります。まずはこのハンコン、私本当にお金を出して買いました。買って届いたのをいきなりねプレステーション5につないでやったらひどかったんです。本当にひどかった。でなぜかというとアップデートがね原因でした。なんで初期ロットのファームウェアついてくるやつだと本当にやばかったんで、これをファームウェアを PC につないでアップデートしなければいけないっていうところがあるので注意してください。もう一つね、このハンコンは設定がね4つか5つのパラメーターがあって、それが各ねソフトプレイするゲームごとにちょっとね推奨設定が違うんですよ。それがね分かったというか、推奨設定が出てることが分かったので、それをねご案内したいと思います。はい、ロジクールの製品のページからこの製品の仕様とかね、こういうとこじゃなくてサポートのページの、これ分かりづらいんだわ、ワンチャンこそれでもいいんだけど、よくある質問表示、これで製品選びます。まあそこもワンチャンいいじゃんね。このねよくある質問の中のプロホイールのゲーム内設定っていうところをポチッと開くと、いろんなね設定の項目が出てくると、互換モード FFB フィルターダンプナー TF オーディオ角度っていうねパラメータがあります。各ゲームタイトルアセットコルサーはこんな設定でやってくださいよっていうページが、これこれどうやってやってもさ、これ表示されないんだわ。あれ、え、これ何、これどういうことって、あれこれなんで、え、これどうやって表示すんのこれって。いや、このページには俺も最初からたどり着いてたんだけど、これすいません、この表出てこないんですけどってなってさ、ひどくないひどくない。はい、皆さん、このボタン、はい、こちらをクリックしてください。こちらをクリックするとですね、こちらをクリックして初めてですね、来るぞ、来るぞ。ほら来た出てくる表が。わかるかいこんなところさ、本当にやめてほしい。何しとんねんマジで。俺これで動画2本作っちゃったわ、もうマジで。いやもう普通のユーザーとして買ってるから俺、もうマジで。だからこんな聞く窓口もないしね、各ゲーム内の設定って見てね、ここまでしか出とらんやんけって。あのボタンを押したら初めて出てくる。しかもよくある質問のところにあるからね、仕様のところとかじゃなくてよくある質問のところにあるから、もうこれはねちょっと分かりづらすぎんだろっていうね。さすがに若干憤ったね俺若干憤った。まあまあいいじゃないですか、そこまではいい。だからまあ皆さんね、こういうところにありますから、でやっと推奨設定にたどり着いたんで、この設定でねやっていきたいと思います。こんな感じで、はい、そうそう、車種によってこう書いてあるやんけ、書いてあるやんけ。もう俺自分で探ってたわ。なんで今日はねもう総決算ということで、もう最初からやるわ、最初からやる。だって推奨設定でさテストしなきゃ意味なくねっていうね。アイレーシングはいいわ、あの内容で問題ないと思うんだけど、その他のものさやばいよね本当に。出とるやんけ、グランツリスム7出とるやんけ、もう推奨設定出とるやんけ。11の25の100だわ、11の25の100でやってみたいと思います。それでやっていきます。はい、ということでまずは PC につないで R ファクターからやっていこうか。これやってなかったんでね、これをやっていこう。その後にグランツリスモ7ね、もう一回推奨設定でやって、その後 DD プロに変えて、それとどうなのかっていうのをね検証していきたいと思います。それではやっていくぜ。はい、この R ファクター本当にね、まあデファクトだろ、業界標準シミュレーターだから。これ今すごいんだこのバージョンが。さあどうだ、あ、いや、ちょっとブレーキにね、手前が柔らかすぎて奥が硬いっていうね、手前が効かなすぎてスコってなって、ちょっとなんか設定がもうちょっとあるかな。いや、いいよ、はい、
うん、いいじゃん、問題ない全然。まあちょっとハンドル径がちっちゃいとかっていう、うん、あるけど、この持ってるとこの革の質感もね悪くない。 ABS いいね。アルファクターの話になっちゃった。最高や、この車楽しい。マクラーレンセナですね。マクラーレンセナが今アルファクターで一番ね最新のなんていうのテクノロジー、SIM のテクノロジーをつぎ込んでるっていう一番なんかリアルな車らしいんで、それでちょっと今やってますね。奥で ABS 聞くといいね。慣れてくるとこの ABS 聞き方がすごい絶妙にいい。この ABS も改良されてるみたいな。ハンコンとしても全く問題ないね。大げさに当たる感じも一切ない、全く一切ないよ。全く別のハンコンだね、 GT7 でやったのと。ちゃんと綺麗に自分で当ててるし、戻すのも自分で、ちょっとやりやすいかなっていう感じあるけどね。まあでも自分で当ててるわ完全に自分で当ててる、全然違う、全く問題ない。タイヤの感じもいいよ、とんがってる感じ全くしない。ちゃんと先端応力がリニアに立ち上がってくるし、出しもいい、分かりやすい。特にこうね、ほら ABS かけた時のABS かけた時のハンコンへのレスポンスがすごいいいね。すごいこうほらハンドルにさ ABS 本当にかけた時みたいな振動が伝わってくる感じが、遠赤とはまた違う、本当に ABS 効いてるみたい。あ、これは、まあ、他のハンコンでもなるけどね、これがちゃんと表現できるのは、まあ、DD ならではだよね、間違いなく。あーちょっと今跳ねた跳ねた跳ねたギャップに、あ、なんか壊れた、なんか壊れたはい、めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しいね。アルファクターやっぱめっちゃ楽しい、何の違和感もない。最初にこれをやらせてほしかった。まあやっぱちょっとアクセルペダルとクラッチの普通のねギミックがない、普通のなんかバネがついてる感じが、ペダルからするとやっぱ V3 ペダルの方がいいし、やっぱりこう最新のシムペダル、ヒューシンクボルトとかそういうのと比べてもなんかやっぱちょっと劣るかなっていう感じがあるかな、ペダルはな。そういう意味で、ただまあ調整幅が広いっていうのでそこはいいですね。調整幅が広いんじゃない、調整しやすさがあるっていうのはすごいアドバンテージだと思いますね。で、ハンコンの方はもうアルファクターでやる限り、うん、なんか普通の DD です、全然問題ない。ちょっと後でね DD プロとやり比べてねどうなのかっていうのをやってみたいと思います。それではね次グランツーリスモ7推奨設定でねやっていきたいと思います。推奨設定はハンコン側とソフト側両方ありますね。バイブレーション設定をしなきゃいけないってこと？これの、これが？めんどくせえな、このバイブレーション設定いじるの。忘れちゃいそうだな、戻すのな。
これを35にしてください。もう一個もやりました。もう一個はコントローラー設定のここですね、フォースフィードバックの設定、これも5の1ですね。さあやっていこう。推奨設定、はい、全然別物です。はい、オートカウンターでもありません。いやちょっと待ってよ。はい、まず PC につないでバージョンアップしましょう。はい、それだけじゃダメです。はい、ホームページの中から、ロジクールのホームページの中でさっきね見せたように推奨設定を探し出すのには、カウンター当たんなくなった、本当に推奨設定を探し出すのには2つまず場所、よくある質問の中にあります。そしておお普通だよ。そしてそのよくある質問の中にあるこちらが推奨設定でございますっていうのを 見てもウェブのね、なんだろうな、なんかスタイルが適用されちゃって、表が見れません。数値の中の数値が見れません。なのでなんか分かんないんだよ、こちらからっていうところの、ね、さっきの、はい、そこを見て初めてたどり着けるっていう、なんとしたことでしょう。影響力のある私としてはね、そこまでね細かくチェックすべきだったとおっしゃられるんであればそうなんでしょうけど、俺はレビューアーでも何でもなく、今回ちゃんとこれお金出して買ってますからね。でどうなのかって言われたら、もう分かんない、俺もう分かんないわ。もう一連のそのなんかいろいろありすぎてもうこれなんか分かんない、もうなんかもうこれ何時間やってんだ、何時間やってんだ、俺もう15時間ぐらいやってるわ、15時間ぐらいやってやっとたどり着いたこのグランツーリスモ。いやーほんとそういうなるともう分かんないよね、もうどう評価していいか分かんない、もうなんかいろいろ食べさせられてもうお腹いっぱいだわっていう。ああこれはちょっとなんか、あそれはね一回一回水切りしてもらわないと困るんですよねとか、あ一回塩抜きしてもらってって、一日こう冷蔵庫に寝かしてもらってから焼いてもらわないととか言ってなんかいろいろなんかもう食べすぎてもうはいこれが本来の味ですみたいなねはいそれが本来の食べ方でやってちゃんとレビューしてくださいよみたいなね、評価してくださいよって言われても、もう今になったら分かんないわこんなの、知るかって知るかってもうなんか分かんないわってなっちゃうわ本当に。もうなんかいやそれでもまあもういいよ、セルフの当たり方も問題ない、全くアンダーの出方も悪くないG29 なんかね、ギアっぽいよね、ギアっぽいG29 なって、じゃあだからなんかわかんない G29 設定だよね、なんか DD の確かにその感じとは違うよね。でもなんか俺が言ってたことは全部変わってくる。セルフはちゃんと当たる、ザラザラした感じはまあないっちゃないかな、はい、でステアのねこう応力のね出方もうリニアだよ、うん、リニア引っかかる感じもない、タイヤが引っかかってね変な動きする感じもない、
なるほどね。まあ悪くないと思うよこれ。本当に分かんない。分かんないわ。本当に分かんない。は？って感じ。みんなも いろんな動画見すぎて分かんなくなったでしょ俺の。一から見てよもうなんか。動き全然違うでしょ。あのハンコンの動きは全然違うでしょ俺も。見て分かるでしょ。いやリアルだよ。悪くない本当に。あーいいよ。全然いい。罠がひどい。もう分かんない本当に。何回も言うけど分かんないわこれもう。もう何評価しようがない。もういきなりこれでしたって言われてももうなんかなんだろうな、これ本当にもうなんか自分じゃできないわこれ本当に。みんなだからここにたどり着かずにさハンコン使い続けると思うよほとんどの人が。だって分かんないからさ、なんか俺はいろんなハンコンやってるからうわ違うってなるじゃん、違うってなるじゃん。だけど分かんないじゃん、 G29 とかからパッて乗り換えて DD で、あー DD こういうもんなのか思っちゃったらもう終わりじゃない？終わりじゃない。なるほどね。いやもうなんて言ったらいいか分かんない。もうなんだろう。うんまあでもよかったけど、あまりにもちょっとね。なんで、まあ、結論だけ言います。まずはそのねパソコンを持ってる人で必ずパソコンにつないでね G なんとかってソフトでアップデートしてください。最新のファームウェアの状態にしてください。そしてあのロジクールのページのすんごいすっごい奥の方にあるさっきね動画で説明したところに推奨設定があるんで、必ずハンコン側そしてねゲーム側両方の設定をきちっと行ってください。それから遊んでくださいという当たり前の結論なんだけど、そこにたどり着くまでがすんげえ罠がいっぱいあったんで、すげえ罠がいっぱいあった。しょうがない、みんなこれが人柱だ。まあね批判したい人はいろいろあろうかと思いますよ。お前レビュアーとしてどうなんだって。レビューだったらちゃんとやりますよ。いやもう製品もらうとかお金もらってねやってもいますよ私も、いろんなもんね。いやそういう時はちゃんとねあのメーカーがやってもらいたい状態のものに状態にしてからやりますよ。で確認も何回もします。その後にどうなるんですかって必ず聞きますよ私は。あの私がやった状態のものを出すんですかっていうことをメーカーにちゃんと問い合わせします。だから私がレビューしたものはその状態になってるはずなんだよね。なってるはずなんだよ。いやそうじゃなきゃ俺嫌ですって言うから。いや嫌でしょ、だって広報車に乗ってさレビューしてさすごいいいですっていう風に言ったもので俺のことを信じてくれて買ってくれた人がさあなたの言ってる印象と全く違うものなんですけどって言われてはってなるの嫌なんで、俺必ず確認してんだよ本当に。やっぱこれ広報車とさやっぱりだから、いやだからつまり普通のレビューは広報車に乗ってたみたいな話なのよ。特別にチューニングされたものじゃんね、俺は買って取って出しでやったわけじゃん。明らかに違うもんじゃんそれっていうことがね、これをまたこう起こるわけですよ。だからそういうことがないように、でユーザーなんてそんなさ細かいことできないしやらないからさ、いやこれバカにしてるわけじゃなくてやれないよ、情報がないから。ユーザーバカにしてるわけじゃなくて、いやそれはね逆だよね、メーカーがユーザーをバカにしすぎだから。本当に懇切丁寧にレビューアーの人たちにやったみたいにちゃんとセットアップしたものをね家庭にお届けするっていう、これ当たり前のことでしょメーカーとして。いやそれはねちゃんとやってほしいなっていうふうにはね、あのこの状態だから、この状態がどうこうっていうもうレベルじゃないんだよ俺の中で、今の中俺の気持ちの中ではね、これがいいかどうかじゃなくてね、だから R33GTR がいいかどうかじゃなくて、俺がお金を出して買って送られてきたものとレビューアーがレビューしたものとが違いすぎるってことを言ってるんだよ俺は。みんなもそうじゃん、みんながお金を出して ねその状態ものが届いてレビューアーがレビューした状態に持っていくのにね、もうひたすら苦労させられてるわけじゃないですかね。それはちょっとどうなんですかっていうねことはありますよってことですよ、ありますよってことですよ本当に。もういやマジでね、ちょっと不親切じゃないかなって書いてある場所とかね、あのホームページバグってても直さないとかさ、
はい、ということでこのハンコンを外して DD プロとねやっていきたいと思います。比較ですね、付け替えよ。はい、ということで DD プロにね変えてきました。設定はねハンコンのオート設定のですね、推奨値でやったらすげえ変な感じだったすでに推奨値から外れてんじゃないかっていうね。なんでまあちょっとオートでやった方がいいですね。8ニュートンメーターですかね。うん、いいんじゃない？ペダルが明らかにいいよな。まずペダルの何がいいかってね、このねクラッチ、まず途中まで硬い硬い柔らかいみたいな、硬い硬い柔らかい、スコンってスコンって抜ける感じが実車っぽい。でねアクセルはすごい足を乗っけてて疲れない感じ、なんていうのバネでそんなに押し戻されてないんだよね。それがすっごい実車っぽい。実車のアクセルってさすごいなんかバネ感ないじゃん、あんまりこうなんかね、すごくこうパーシャルでこういうの踏んでても、まあ、このぐらいでパーシャルでアクセル踏んでても足が疲れない、常にこうバネを押してますっていう感じよりは足の重さで乗っけてちょっとこうなんていうのかな、ケーブルの摩擦で止まってますみたいなそういう感じがあるんだよね。それすごいですね、うん、あとやっぱり 横のねこの剛性ね、剛性がしっかりしててまっすぐこう降りていく感じとクラッチもまっすぐこうね、うん、その剛性感がやっぱ足に伝わってて、やっぱその足がそれに乗ってる安心感みたいな質感みたいなものは感じるんだよね。これやっぱ実車のさ良し悪しっていうのもこういう質感で、なんだろう、触れてるところの質感、操作してるところの質感によってさ車の動きってすごい大きく影響されるんだなっていうのは分かるよね。なんか食べ物でいうと食感みたいなさ、味には関係ないんだけどその食感が すごい大事みたいなさ、そんな感じだよね。車も肌感覚ってすごい大事らしいんだよね。あんま意識してそうなのって思っちゃうけど、やっぱ大事だなっていうのがなんとなくハンドル変えると、ハンドルっていうかその、ね、ペダル変えると分かるなっていうところはまずある、ね、でハンコンの評価なんだけど、ちょっとね表現してるものが違い若干あるかなと思うけど、スピードバックの解像度がなんかわかんない、振動があるからさ、なんかロジクールのは細かい気がするんだよね返しが、うーん、ポデュームだとねポデュームの方が細かいなって感じするけど、やっぱ DD プロちょっとその辺の解像度が荒いって、まあ、前はね言ってた、HD と 4K ぐらいねポデュームだと違うっていうね、路面を感じる感じが、だからそうなると今度なんか、うん、2K ぐらいだよね、その間ぐらい、ロジクールはだからいいところに、まあ、値段的にこれよりはさだいぶ倍ぐらいの値段するわけだから、うん、まあさすがだなっていう、うん、なんかやってみてね、なんかあやっぱ DD プロよりはさすがにロジクールいいんだなっていうね、うん、感じにはなったね。まあでもこっちはこっちでなんだろうな、ちょっとこう先端応力がすごい分かりやすいっていうか、まあちょっと乗り出すとその辺のなんか
を強調してるかっていうところが違うかなっていうね。だからまあこっちはちょっと実写っぽくて、まあ向こうはなんかゲームっぽく味付けされたみたいな感じもあるかもしれないね。うん、でもなんか解像度っていうかこうフォースビードワークのこう返しの解像度とかね、その周波数とかという意味じゃなくて、なんとなくこう手に伝わってきて路面を感じる解像度ね、路面を感じる解像度が、あの DD プロはねなんか初期がちょっとこうザラザラするんだよね。だから向こうでなんかいろんな設定やって感じてたみたいな初期のザラザラ感がこっちむしろあるんだよな。初期のところにまあなんか路面に小石があるのかなっていう感じ、ちっちゃい石にコツコツコツって当たる感じがなんかちょっとまあ不自然っちゃ不自然。カウンターは明らかにロジクルのが楽だな。それはセルフの精度がいい悪いとかっていうことではなくて、やっぱりちょっとなんかオートカウンターチックなのかなっていうね。最初ほどの印象は全くない。カー X のオートカウンターオンと全然違う。まあでもこの2つをやってみて今ね思うことは、まあだから GT7 最強ハンコンはやっぱ最も高価なポディウムだなって、まあ、日本で売ってないけどね、まあ、俺が普段使ってるやつあれがまあグランツーリスモ7ではもうマジで最強なんだなっていうのは再認識できた。セットじゃないとダメだからね、ペダルとね。ってなったらもう DD プロでこのペダル使ってる人がいるんだったらもうそれでいいよ、別に問題ない。だからでも DD プロを持ってる人が買い替えるならまあ明らかにポディウム買えば問題ない。ポディウムを目標にすればいい。かといってじゃあロジクールに買い替えるかって言ったらそれもはちょっとないかなっていうね。まあちょっといいかなあっちの方がっていうふうに感じられる部分もあるし、ファナテックのこっちの方が戦断王力のそのなんだろうな最終的なこう出方、でもなんかこの辺の高速でスラムロームしたこの辺のなんかこの感じなんでポディウムあんないんだろう。はい、そんな感じでしたね。じゃあちょっと R ファクターやってみる。 R ファクター、はい、それじゃあね R ファクターやっていきたいと思います。どうだ、設定はオートですね。おお、いいよ、やっぱ R ファクター。跳ねるな車。跳ねる跳ねる跳ねる。おお、面白い、めっちゃ面白いわ。めっちゃ面白い。まあどっちがいいか、どっちがいいか、どうなんだろうな、タイミング、
やっぱりロジクールかな。いや、なんでかってやっぱ後発だからさ、やっぱ DD プロよく研究してるね。結局最終的にちゃんと調整したら DD プロよりやっぱちょっといいかなっていう。ちょっと DD プロって若干こう路面の解像度がね、荒いところがあるのよ。 DD プロレビューしてる時から言ってんだけど、俺このねポディウムっていう普段使ってるでかいのね、それに比べるとやっぱ解像度がいまいちなんだよね。だからその路面のなんか凹凸の解像度だったりロジクールの方がちょっといいんだよね、その解像度が。ただまあポディウムまではいかないかなっていうね感じがする。でそのモザでもね、 PC 版だからね、まあこれ PC、 今 PC じゃん。モザでもやっぱりこう R5、 R9、 ね、 R16 ってあるんだけど、 R9 はね結構解像度いいのよ。 R9 だったらほぼなんか変わんねえの、このポディウムと、うん、まあ、ちょっと落ちるかなって、値段的にもね半額ぐらいだから、まあ、ちょっと落ちるかなっていうところはあるけど、でも結構いい線いってんなっていう R9 がね、あのほぼ変わんない、 R16 とほぼ変わんないなって感じなんだよ。まあ、R16 だともう本当に解像度としてポディウムといい勝負かなっていう感じ、完成度っていう意味で言うと、まあ、ポディウムより上かなっていう感じがするわけ。でも R5 になるとちょっとやっぱり解像度がだいぶ落ちるなっていうイメージが俺の中であって、それでもやっぱりこの DD プロより後発だから DD プロよりはいいのよ。だからまあ DD でもう本当に価格破壊 DD で初めて出たのがこの DD プロなんで、まあ、CSLDD でもまあ同じなんだけど、そのやっぱちょっとそこの解像度、なんだろうな、トルクの出方のこう回数というかレスポンスはいいんだけど、なんかその辺のなんか制御なのか分かんないけど、ちょっとこうトルクの立ち上がりがスムーズというよりは、スムーズさに若干欠けるところがあるかなっていう感じがしますね。でロジクールはそれよりちょっとやっぱりいいね、後発だからちょっと解像度が高いね。しかもまあちゃんと設定したらね、ちゃんとソフトを設定したら、これも今ちゃんと設定してるけど、まあ、あとはトルクがポンって立ち上がるこうね、信号が入ってきた時の制御法っていうか、そういうもう本当に細かい話になってくるんで、でもまあ今回のねそのロジクールの検証でいろいろ分かったことっていうのは、設定側がやっぱもうめちゃくちゃ大事だし、ソフト側のその出しの情報もめちゃくちゃ大事だし、でもう本当にこう食べ物と同じようにさ、もう下ごしらえからもう最後のもう微調整の味付けまで全部が完璧で美味しい状態じゃないとやっぱ美味しくならないのよね、これって。どっかで入れた塩の量がもう多すぎてもダメだし、少なすぎてもダメだみたいな。だからもう一個一個が全部こう素材としてこう美味しいものを美味しいようにして、ちゃんとそーっとそのままこう自然にお届けするっていう、そういうこう反魂っていうのは難しさあるよなっていう。で最後のところのそのパラメーターでその本当にちゃんとこう味付けもそれもちゃんとできてないといけないっていう、いやすごい難しいんだな。それとだからハードウェアっていう部分とさ、それにはソフトウェアっていう部分が絡んでたりするわけじゃん。でソフトウェアの部分でどうするのかっていうのがちゃんとしてなきゃいけないし、ハードウェアもちゃんとしてなきゃいけない。いやむしろでもハードウェアっていうのはほとんど変わりがない、まあ変わることは変わるけど、そのハードウェアの特性によってソフトウェア側の制御をちゃんと変えていかなきゃいけないしっていう、その辺の難しさ、奥深さっていうのがあって、まあ面白いね。だからまあそうだね、値段のこと考えなければすんげえ金持ってるやつはまあ今であれば、まあ、当然だけどね、一番 PS5 で高いファナテックボディウム買っとけやって話なのよ。そう、まあ俺も使ってるからね、全く問題ないっていうか、まあまあこれがデフォルトになっちゃうかなっていう感じで、まあそれをねどこが超えてくるのかっていう。でまあ PC だけってなるってくると、ね、まあ もうちょっといろいろ選択幅が広がってきて、いやモーザ結構いいなとか思いながらも、あとシムキューブのスポーツとかもちょっと試したけどね。でそういうのになってくるとまたソフトの制御が、いやアイレーシングではいいけどこれだとダメみたいなところがやっぱり強弱ついちゃうよね、強弱ついてくるから、その辺のバランス、難しいところだと思いますね。で今のところやっぱ最強のその PS5、PS4 対応のっていうのはやっぱり最高値のポディウムファナテック
がもう間違いないけど、じゃあその次何なのかってなったら何なんだろうね。対応でしょ。まあだからそうすると次ソフトだね。 GT7 ならそれよりも TGT2 の方がまあ良かったりするよなってなるから、まあグランツリスモ7やるんだったらポデューム一番いいと思うんだよね。まあ、だから競技をやるんだったらもう明らかにストラストマスターだね、 TGT2 じゃないともうオフラインがそれだからもうしょうがないよね。それ合わせるしかない。でまあでもその解像度もすごい良くて、でもまあフィーリングから言うとポデューム、その次を選べって言われたら TGT2 で、その次に今回のこれが入ってくるかなっていうね。ロジクールが入って、その後やっぱちょっとやっぱね後発だからね、上行かれちゃったかなっていうのが DD プロで、まあちょっと DD プロも頑張ってもらいたいけどね。売って売りっぱなしじゃなくてもうちょっとこうソフトで改善していくとこどんどん改善していってほしいっていうイメージはありますよね、という検証結果になりました。ただもうペダルで関して言ったら全部比べてないけど、値段が同じ価格帯で言ったらもう絶対こっちだね。絶対ファナティックのこれもうやっぱいいよね。でまあ俺吊り下げを使ってないんだけど、まあ、吊り下げのこれもいいしね。まあ、ちょっとストロークは若干ね、クラッチのストロークが短かったりブレーキのストロークが短かったり、ね、するんだけども、まあ安定的に実車っぽくて剛性もあって見た目も良くて、いやーこれは本当にいいペダルだなっていう気はしますね。ただアイレーシングになるとね、またこう PC の世界に行っちゃうとこれよりいいペダルはもちろんありますね。もちろんある、もちろんいっぱいあるけど、 PS5 っていう意味でのペダルっていう風に言うと、まあ、これ最強かなっていうふうに思いますね。なんで結果的にポデュームハンコンとクラブ V3 ペダル、この組み合わせがまあまだ最強だけど、そこに結構ね食い込んでくるハンコンが出てきたということになりますね。はい、ということでまあいろんなねハンコンがたくさん出てくるのはいいかなと思いました。ロジクールさんにはちょっとね一ユーザーからの要望としてはね、ホームページを見やすくしていただくのと、アップデーはね最低限やってから出荷してほしいなって思いました。はい、ということでまたねこれやってくるんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ハンコン続いちゃってごめんね。